どうも、シリマスです。ということで、今回の動画は僕が飼育しているオオゴキブリの飼育環境を掃除していきたいと思います。で、結構久々なね、オオゴキブリの飼育環境の掃除動画になるんですけども、前回の動画に比べるとね、数もすごい増えてて、で、床材もなんかね、ヘドロ状態になってるんですよ。前回にも出したんですけども。なんで今回ね、そのヘドロ状態になった床材を一新して、新しいね、マットに変えて、で、数もどれくらい増えたのかな、どんな感じなのかなっていうのを観察していきながらメンテしていきたいと思います。なので、これからね、ちょっとオオゴキブリ気になる方とか興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。あとね、オオゴキブリの動画を出すと、一部の方からオオゴキブリって、絶滅危惧種だから飼育しちゃダメでしょっていう意見いただくんですけども、それについても、紹介します。紹介っていうか説明しますので、よかったらそちらも見ていただけると幸いです。ということで、早速、やっていきましょう。ということで、今映っているのが僕が飼育しているオオゴキブリの飼育環境になります。で、過去にオオゴキブリの動画を出した時に、オオゴキブリって絶滅危惧種だから飼育しちゃダメでしょっていう指摘をいただいたんですけども、オオゴキブリはね、地域によっては絶滅危惧2類に入ってるんですけども、大阪だと特にそういう規制とかはなくて、本当にね、森とか行くと普通に見れるゴキブリなんですよね。で、この子も最初ね、5匹ぐらいかな。幼虫と成虫2匹ぐらいを捕まえて飼育して、2年ぐらいでめちゃくちゃ増えてるんですよね。で、今映ってるのは表面部分だけなんで、そこまで多く感じられないんですけども、よく見てみると成虫とか幼虫とかいろんなね、大きさの子がいるように、本当に繁殖に軌道が乗って、ここまで増えました。ただ床材がね、もうドロドロ状態の、もともとは朽木マットだったんですけど、この子たちが分解してこういうちょっとね、ドロドロ状態になったんで、今回この子たちの床材を交換して、綺麗な床材を入れていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。今回ね、この子たちの掃除が一番大変かもしれないです。なんでかっていうと、このドロドロ状態から、こうゴム手袋をつけてこのゴキブリたちを仕分け作業しないといけないんで、なかなかそれがね、鬼畜の修行って感じなんで難しいんですけども、頑張ってね、仕分けていきたいと思います。で、まずやる前にこのようにゴム手袋をつけていきます。で、次に容器を置いて、昆虫ゼリアも使わないんで捨てて、ほっ、すごいね、全然落ちないな。うわー、すごい、もうヘドロって感じで、ちなみに、この床材の中にいる白い虫、なんかさっきから見えてると思うんだけど、これダニとかではなくてトビムシっていう虫になります。で、この子たちはこういう、腐葉土とか朽木とかこういう土を分解してくれたり、食べ残しとかも掃除してくれるいい虫なんで、湧いてくれた方がいいんですよね。なんでよくダニと間違われて指摘されるんですけども、ダニではなく、トビムシです。はい。うわ、見てこれ。隠れてた昆虫ゼリーのカップが。なんかね、こういう風にカップを下に潜らせるんだよね、この子たち。で、この中にもね、幼虫とかいたりするんで、そこを気をつけながら。よし、OK。では、この容器を洗ってきます。では、ここから仕分け作業をしていきたいと思います。洗ったきれいな容器にこのオオゴキブリたちをどんどん分けていく感じですね。はい。ちょっとね、みんな泥がついてね、見た目がちょっと分かりづらいと思うんだけど、オオゴキブリもすごいかっこいいんですよ。分かりますか？こういう見た目をしております。なんか重装甲みたいなゴキブリで、日本でよく見かける黒ゴキブリとか茶羽ゴキブリとは違った美しさがありますよね。はい。で、この子たちをこういうふうに横のケースにどんどん移していきます。これ一番難しいのは幼虫だよね。幼虫が小さすぎてだいぶ難しい。これちょっと誰か人雇ってやりたいな。はい、これが幼虫。で、これでもまだちょっと育ってるから、これよりも小さい幼虫がいるはずなんで、それを頑張って分けていきましょう。あ、この子綺麗かな。で、このオオゴキブリっていうのはお互いの羽をね、かじり合う習性があるんで、なかなか綺麗な状態の子がいないんですよ。羽がボロボロの状態の子ばっかりで。はい。これも修練幼虫ぐらいかな。ゴキブリとかはね、ひっくり返ってそのままだと、起き上がろうとするのに力使いすぎてそのまま死んじゃったりするんでなんかモグラ見ててかわいい。いやー、これ大変だな。頑張るぞ。なんか羽が綺麗な子がいればね、ちょっと皆さんにお見せしたいんですけども、いるだろうか。あ、この子、結構羽が、ちょっとほら、この子羽が生えてる成虫なんだけど、わかります？ここの部分の羽がかじられてるのが、このようにかじられちゃうんですよね。急に動くから。あ、この子綺麗だね。この子綺麗だ。いいね。この子すごい綺麗。この子いいサイズですね。いいサイズだし、羽もすごい綺麗。あのちょっとかじられてるけど、でも言うほどって感じ。かっこいい。みんなひっくり返ってる。なんでひっくり返るんだったんですよ。痛いね。このオオゴキブリのね、足が結構トゲトゲしてるんで、刺さると痛いね。見て、この子なんてもう、かじられすぎて、お腹の部分、大部分が全部見えちゃってる。ね。普通こうやって隠れてんのに。いやー、でも最初ね、本当に数匹しかいなかったのに、ここまで増えてくれるとね、本当嬉しいよね、飼育者としては。あれみたい。化石ホルダーだっけ？ゲームで言うと化石ホルダーで、おもちゃで言うと、こういうなんか化石を発掘するやつあったじゃないですか。砂を、今あんのかな？なんか砂をさ、ピッケルみたいなのにどんどん崩していきながら探すみたいな。あ、またこの、昆虫ゼリーがありました。昆虫ゼリーに埋まってないかな。いないね。この子も綺麗だね。この子もすごい綺麗。もうゴキブリってね、すぐ死んだまりするから。うおー、いっぱい幼虫が。めちゃくちゃ幼虫いる。そろそろケースも開けた方がいいかもね。ここまで増えてるとは思ってなかった。いやー、でも新しい床材にしたらめっちゃ喜んで食べるんだろうな、朽ち木とか。うおー、食べ放題じゃーみたいな。もうね、この床材は、もう食べるとこは多分ないんだと思います。で、床材だけだと栄養が足りないから、そういう昆虫ゼリーとか与えると、まあ、長生きするらしいです。え、すごいな。今さ、プラケースに分けてんだけど、なんかすごい数いる。まあ、適当にこう、どんどん入れてるだけだけど、まだまだいると思うんですよ、これ。まだ半分もいってないんじゃないってぐらいの量なのに、すごいいる。あとでちょっと皆さんにお見せするんだけど、もうなんか、終わる頃には黒で埋まりそう。ここまで増えてくるともうそろそろ、ゴキブリの販売とかもしたいね。あ、ちなみにこれね、白い虫っていうのは、これがトビムシ。こいつらたちが、まあ、こういう土壌とかを分解してくれたりしてくれます。なんかフンコロガシの中にいる子たちみたいな。この塊からめちゃくちゃ幼虫が出てきた。じゃあまあこんな感じでどんどんやっていきたいと思います。ちょっとカメラの容量がね、きついんで、あとはカットでやっていきたいと思います。多分あとはもう幼虫だけですね。ということで移し終わったんですけども、持っていた以上の数のね、オオゴキブリがいて、ちょっとびっくりしましたね。成虫もね、ここまでたくさんの子たちがいるとは思わなかったんで、ちょっと嬉しいですね。うん、最初数匹だけだったのにここまで増えてくれて、幼虫もたくさんいたんで、もうそろそろ飼育ケースも大きくしていかないと、ちょっとこの子たちだけだと、この子たちの量だと、ちょっと今後狭くなってきてしまう感じがしますね。うん。で、やっぱ1匹だけだとね、オオゴキブリっていうのもすごい黒くて、黒光りして、ほんと黒いダイヤって感じだよね。かっこいいんだけど、やっぱこう集まってみるとどうしてもダメだっていう人いるかもしれませんね。まあその方はね、我慢してみてください。ということでね、床材をこの中にぶち込んでいきたいと思うんですけども、床材はこの子たちの餌が、野生だと朽ち木とか食べてるんで、クワガタマットを使います。はい。これがね、朽ち木のマットになってるんで、まあ、床材が餌になるということですね。で、あとは、まあ、たまに昆虫ゼリーとか与えたりしてあげるとすごい喜ぶんで、皆さんももし飼育する機会があれば試してみてください。では、この中に、朽ち木マットをぶち込んでいきます。さあ、新しい餌だぞ。喜びたまえ。全部ね、使い切りたいんだよね。よいしょ。なんで結構深めにいきます。はい、使い切りました。これで5リットルですね。はい、5リットル全てを使うと、このような感じになります。クリアスライダー、ラージサイズでも結構いい量だね。5リットルでこれぐらい入りました。はい。で、最後に霧吹きをかけて昆虫ゼリーを入れて終わりという形です。今回処理したオオゴキブリたちの床材なんですけども、元はこの、クワガタ用のマットなんで、あれが分解されるとね、ああいう見た目になって、なんかね、粘土みたいな、なんかヘドロみたいな状態になるってすごいよね。で、昆虫ゼリーを入れてあげます。なんかね、最近昆虫ゼリーのカラフルなやつ見つけて、これなんか、毎回味が違ってて、虫たちが喜びそうだなということで、ちょっと買ったんですけども、なんか普通に美味しそうですよね。飼育者としてもね、こういうのがあると、与えるときに楽しい気持ちになりますよね。じゃあ今日これ与えようかな、みたいな。で、最後にちょっと蓋を洗ってないな。蓋をちょっと洗ってきて、蓋をします。では、蓋を閉めます。正面がこっちか。OK。これで完成です。はい。早速ここにいますね。こうね、横から確認するとモグラみたいな穴を掘ってたりもするんで、そういうのも観察するのも面白いです。はい、ということで、今回はオオゴキブリの飼育環境をお掃除する動画でした。他にもいろんな動画出してるんで、よかったとしては見てみてください。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけなんですけども、このように今オオゴキブリがモグラのように穴を掘って移動していますね。で、多分ね、今移動しながらも朽木マットを食べているような、口の動かし方をしているような感じがしますね。楽しみにしている